埼玉スタジアムの大きな声援を受けて1点ビハインドという中でこの第2戦を迎えます。ここもサイドチェンジ、さあ荻原中を見た、ホセカンテボールを預けて一塁のシュート、早川です。現在オフサイドの可能性確認中です。主審の谷本さんが更新をして、あ、オフサイド、オフサイド、あ、オフサイドでしたか。中にはアンデルソン・ロペス、さらにはファーサイドエイブルがいる。ここで長戸ミドルシュート、そして押し込んでいったアンデルソン・ロペス、ただ得点にはつながりませんでした。そして小泉、荻原へとパスがつながった、シュート、一森パンチング、こぼれ球、倒された、 PK です。倒された早川、ここで PK。決まった、冷静に決めていきました、シャルツ、同点に追いついた浦和レッズ。シンプルに上げてシュート、エウベルのシュート、わずかにゴールネットを揺らすことはありませんでしたが、ただしかし素晴らしいシュート。左に流していく高橋、荻原が上がっている、その荻原、ここはおそらく VR 見るんじゃないですかね、オンフィールドレビューしますよね。ここで主審の谷本さんがオンフィールドレビュー。 PK、揺らしました、一森反応していました。ここで宮市がボールを受ける、宮市宮市振り抜いたシュート、西川、ここでただ谷本さんの長いホイッスルが吹かれました。浦和レッズが2016年以来7年ぶりの決勝進出を決めました。